南極のケープアデア、サザンクロス遠征隊の上陸地点、ペンギンの繁殖地である。2001年撮影サザンクロス遠征は、南極探検の英雄時代ではイギリスが初めて行った遠征であり、後のロバート・スコットやアーネスト・シャクルトンが行った成果の華々しかった探検業の先駆けになったものである。ノルウェー生まれで半分イギリスの血を引き、 探検家活学校長のカルステン・ボルク・グレビンクが発案した探検であり、南極大陸で初めて越冬し、1839年から1843年のジェームズ・クラークロス以来となるグレート・アイス・バリアを訪れ、バリア表面に初めて上がった。南極業では初めて犬とソリを使った。この遠征はイギリスの雑誌出版社、ジョージ・ニュネス教が 個人的に資金を出したものだった。1898年8月に SS サザンクロス号で南に向かい、ボルク・グレビンクの隊は、ロス海海岸線の北西端であるケープアデアで1899年の冬を過ごした。ここで、科学観測の広範なプログラムをこなしたが、基地を取り囲む山や氷のある地形のために、内陸の探検は厳しく制限されたままだった。1九百年一月、 タイは SS サザンクロス号でケープアデアを離れてロス海を探検した。それは60年前にロスが辿った経路だった。タイはグレートアイスバリアに達し、3人の勝負隊がバリア表面を初めてソリで旅し、その間に新しい最南端記録難位78度50分に達した。この遠征隊がイングランドに戻った時、ロンドンの地理関係者から冷ややかに受け止められた。 王立地理学会は独自の国営南極探検で心に描いていた役割の優先権について憤慨していた。ボルク・グレビンクの指導者としての特性にも疑問があり、遠征隊が持ち帰った限られた量の科学情報にも批判があった。南極で越冬し移動することには前例のない成果があったものの、ボルク・グレビンクはスコットやシャクルトンのような英雄扱いを受けず、その遠征隊は 英雄時代の探検家を取り巻くドラマの中ですぐに忘れられていった。しかし、1911年の南極天生副者ロアール・アムンセンは、ボルク・グレビンクが南極業に対する大きな障害を取り除いてくれ、その後に続いたすべての遠征に道を開いたことを認めた。ジョージ・ニューネス教の漫画、カルステン・ボルク・グレビンクは、 ノルウェー人の父とイギリス人の母の間に1864年にオスロで生まれ、1888年にオーストラリアに移民し、内陸の測量チームで仕事をしていたが、その後ニューサウスウェールズ州で地方の学校教師の指名を受けていた。1894年、捕鯨船アンタークティックでヘンリクブルが率いる商業遠征に加わり、南極海を通って、 ロス海の西入り口であるケープアデアに到達した。ブルとボルクグレビングを含む探検隊が短期間上陸し、南極大陸に足を踏み入れた最初のものとなった。ただし、アザラシ狩猟者のジョン・デイビスが1821年に南極半島に上陸したと考えられている。ブルたちはロス海のポゼッション島も訪れ、ブリーキ艦にその旅の証拠となるメッセージを残した。 ボルク・グレビンクは、ケープアデアの場所について、その大きなペンギンの繁殖地が新鮮な食料と死亡の供給源であり、将来の遠征で越冬し、さらに南極の内陸を探検する基地として機能することを確信した。ボルク・グレビンクは、ケープアデアから戻ってから遠征隊を自分で引きたいと決心し、その後の3年間の多くを使って、オーストラリアとイギリスで、 財政的な援助を得ようとしていた。王立地理学会からいくらかの激励をもらったものの、1895年にボルク・グレビンクが出席した国際会議はうまくいかなかった。王立地理学会は実際に独自の大規模なイギリス国営南極遠征を実施する計画を温めており、資金源を探していた。ボルク・グレビンクは王立地理学会の会長クレメンツ・マーカム教から 外国からの侵入者であり、資金の競合者であるとみなされた。しかし、ボルク・グレビンクはついにその遠征の全費用を4万ポンドに疑問を投げかけたが、この船は南極海に要求されるすべてを満たしていた。歴史の中で極地を目指した船のいくらかと同様、遠征後のその寿命は短かった。ニューファンドランドのアザラシ漁会社に売却され、1914年4月、 ニューファンドランド沖で嵐に遭い、乗組員ともどもを失われた。カルステン・ボルク・グレビンク、遠征隊長ケープアデアで越冬した10人の越冬隊は、ボルク・グレビンク、5人の科学者、全体の助手も務める、コック1人、犬の漁舎2人だった。この隊の中で、5人はノルウェー人であり、2人がイギリス人、1人がオーストラリア人であり、犬漁舎の2人は、 ノルウェー北部のサーミ人の出身者であり、タイの中ではラップ族と言われたり、フィン族と言われたりした。科学者の中にはタスマニアのルイ・ベルナッチがおり、メルボルン天文台で磁気学と気象学を学んでいた。1897年から1899年のベルギー南極遠征隊に指名されたが、その地位に着くことができなかった。この遠征隊の要戦、 ベルギカが南に進む途中でメルボルンに立ち寄れずベルナッチを置き去りにしていた。ベルナッチはその後ロンドンに旅してボルク・グレビンクの科学スタッフの地位を確保した。ベルナッチのサザンクロス遠征に関する年代記が1901年に出版されボルク・グレビンクの指導力について批判的だったが遠征隊の科学的業績については弁護していた。1901年ベルナッチは スコットのディスカバリー遠征隊の物理学者として南極に戻った。スコットのディスカバリー遠征隊にも参加した、もう一人の隊員はイギリス人のウィリアム・コルベックであり、イギリス海軍予備役で隊員に任官された経験がある船乗りだった。サザンクロス遠征の準備をする中で、コルベックは急天問題で磁気学を学んでいた。 ボルク・グレビンクの動物学者助手が、ブリストル出身で、教区牧師の息子、ヒュー・ブラックウェル・エヴァンスであり、カナダの牛牧場で3年間を過ごし、ケルゲレン諸島へのアザラシ療稿会にも行っていた。動物学者主任は、ニコライ・ハンソンであり、オスロのクリスチャニア大学の卒業生だった。また上陸隊には遠征隊の医師士官、ハーロフ・クロフスタッドがおり、以前は、 ベルゲンの精神病院で働いていた。その他には科学者の助手で全体の何でもやアントン、ファウグナー、コックで全体の女子コルバイン・エリフセン、サーミ人の犬魚者、ペル・サビオトーレ・ムストの二人だった。サビオは21歳、ムストは20歳だった。タイの中では若い二人だった。ボルク・グレビンクは後にサビオのことを、その誠実な性格、大胆さ 死生でよく知られていたと表現していた。船の仲間はバーナード・イエンセン船長の下にあり、19人のノルウェー人船員と1人のスウェーデン人スチュワードで構成されていた。イエンセンは経験を積んだ北極と南極の氷海の航海士であり、ボルク・グレビンクとは1894年から1895年のブルのアンタークティック号航海で一緒だった。サザンクロスは ヨーク港による検査後、1898年8月23日にロンドンを出港した。ヨーク港がイギリス国旗を贈呈した。遠征隊の人員、装置と食料とともに、船にはシベリアのソリーヌを初めて南極遠征に連れて行った。タスマニアのホバートで最後の食料を補い、サザンクロスは12月19日に南極に向かって出港した。 1899年1月23日に南極圏に入り、その後3週間は流氷に捉えられていた。ケープアデアを2月16日に死人し、翌日船は岸近くで怒りを下ろした。ケープアデアは南極体験家ジェームズ・クラークロスが1839年から1843年の遠征で発見していた。長い岬の外れにあり、岬より下は 大きな三角形の砂利浜である、ここにブルト・ボルク・グレビンクが短期間だが1895年に上陸した。この浜は大陸の中でアデリーペンギン最大の繁殖地であり、家、テントなどを建てる空間が豊富にあった。ペンギンが多いことで冬の食料や燃料源にもなった。この遠征隊は南極で初めて犬を使うことになった2月17日に、 荷おろしが始まった。最初に挙げられたのは75頭の犬であり、そのサーミ人業者の二人も犬と一緒だったので、南極大陸で最初の夜を過ごした人となった。その後の12日間で装置や物資が揚陸されプレハブ小屋が2軒建てられ、一つは住居棟に、一つは保管庫用に使われた。この2軒が南極大陸に最初に建てられた構造物になった。 三番目の建物は予備の資材を使って作られ、時期観測小屋として使われた。生活小屋は小さすぎて10人の人が暮らすには不便だった。いい加減なベルナッチが後に15フィート平方、岩の多い岸にケーブルで祝いつけられたと表現していた。犬たちは荷造り用箱から作られた犬小屋に入れられていた。3月2日までに基地は ボルク・グレビンクのイギリス出身である母の旧姓から、キャンプ・リドリーと命名され、完成し、ヨーク校の旗が掲揚された。その日、サザンクロスはオーストラリアで冬を過ごすために、そこへ向かった。生活小屋の中には二つの控室があり、一つは写真の暗室として、もう一つは白製室に使われた。主居住区には二重ガラスとシャッターのある窓を通じて、 また屋根高く付けられた一つの小さな四角いガラスを通して太陽光を取り入れた。壁に沿って寝台が設けられ、テーブルとストーブが小屋の中央を閉めた。冬になる前の数週間、隊員は近くのロバートソン湾の開票の上でソリ旅行を試しており、その間に海岸線を測量し、鳥や魚の標本を集めた。また食料と燃料のために、 アザラシやペンギンを殺した。厳しい冬が始まる5月の半ばには、子外活動がほとんどできなくなった。コルバインエレフセンが、ケープアデア小屋のベッド上の壁に描いた絵。南極の冬を過ごす暇な時間に描いた冬が始まると、隊員は生活居住区の中に完全に閉じ込められた。これは、難しい時間であることが分かった。ベルナッチは、退屈さと苛立ちが増していった様子を、 指官と隊員全員で10人は機嫌が悪くなっているのが分かったと記した。この緊張と拘束の期間に指揮官としてのボルク・グレビンクの力が足りていないことが分かった。ベルナッチによれば多くの観点で良い指導者ではないと記していた。極地の歴史家ラナルフ・フィーネスは民主的無政府という状態の中で汚れ、無秩序、不活発性というのが 当時の秩序だったと記している。ボルク・グレビンクは、訓練を積んだ科学者ではなく、器具に精通していないこと、観測を一つもできなかったことが、隊員数人にとっての大きな関心だったとされていた。しかし、科学観測の計画は続けられ、基調の許される時は、古外での行動が行われ、さらなる気晴らしとして、サビオが、小屋の周りにある雪の吹き鉛の中で即席の、 サウナ風呂を作った。コンサートが計画され、ランタンを使った、幻灯、歌、朗読があった。この期間に二つの重要な事件が起きた。最初のものは、寝床の中で消されずにいたろうそくから火事になり、大きな被害を出したことだった。二つ目の事件は、隊員の三人が眠っている間に吸った石炭ガスで窒息死し,しそうになったことだった。年冬、コルベック、 ベルナッチ、エヴァンスがアザラシの皮を剥いでいる。このタイは様々な基本的食料が十分足りていた。バター、紅茶、コーヒー、ニシン、イワシ、チーズ、スープ、缶詰の蜂の巣、プラムプリング、乾燥ポテトや野菜があった。しかし、贅沢品がないことですぐに不平が出るようになり、コルベックは上陸部隊に支給された缶詰果物は途中で食べてしまうか。 船の乗組員に残されるかしたと述べていた。タバコも不足していた。5 0 0ラムを用意するつもりだったが、特定量の紙タバコのみが揚陸された。動物学者のニコライ・ハンソンがこの冬の間に病気になった。1899年10月14日、明らかに腸の障害で、ハンソンが死に南極大陸に埋葬された最初のものになった。その墓は、 岬の頂部で凍った土をダイナマイトで爆破して作った。ベルナッチは、あたりに沈黙と平和が充満している。海鳥が飛んでいる以外永遠の眠りを妨げるものはないと記した。ハンソンは、妻がおり、また南極に向かった後に生まれた娘が残された。冬から春になると、犬とソリを使って、さらに大がかりな内陸旅行の準備を始めた。しかし、 そのベースキャンプは大陸の内部との間に高い山脈が隔てており、海岸線に沿った工程は危険な海標で阻まれていた。これらの要因のために、その探検の範囲が著しく限られており、ロバートソン湾の近傍に限られていた。この時、小さな島が発見された。ペネル海岸にある、この島は、遠征隊の被護者にちなんで、ヨークコ島と名付けられた。 その数年後のディスカパリー遠征では、この命名が無視され、その島は存在しないことになったが、その後、位置が何位71度38分、統計170度4分にあることが確認された。サザンクロスが1900年1月18日に、オーストラリアからケープアデアに戻った。ボルク・グレウィンクは、キャンプの解体をはじめ、残っている物資を船に積んだが、間もなく、それを止めた。 2月2日、船をロス海の南に進ませた。その時に、ケープアデアから急ぎ慌てて出発したことは、2年後にディスカバリー遠征の隊員が訪れた時に確かめられた。その後、エドワード・ウィルソンが、アーディ一帯のゴミの山、物資箱の山、死んだ鳥、アザラシ、犬、ソリの装置。他のものは、天の溝汁と記していた。ロスタナゴーリ、すなわち、 グレートアイスバリアの縁1九百年にボルクグレビンクが上陸して当時の最南端記録を立てたロス海で最初に訪れた港はポゼッション島のものであり八百九十五年にボルクグレビンクとブルが缶詰の箱を残していたのが発見されたその後さらに南へ進みビクトリアランドの海岸をたどって別の諸島を発見しその一つにボルクグレビンクが サークレメンツ・マーカムと名付けたが、マーカムのこの遠征隊に対する敵は明らかにこの栄誉をもってしても変わらなかった。サザンクロスはさらにロス島に進み、火山のエレバス山を観察し、テラー山のふもとにあるケープクロージャーに上陸しようとした。ここで氷の分離、すなわちグレートアイスバリアからの氷山の離脱によってできた大きな波に、 ゴルク・グレビンクとジェンセン船長が危うく飲まれるところだった。60年前の1843年にジェームズ・クラークロスがバリアの縁に沿って東に進んで入り江を見つけようとした時にロスはその最南端に達していた。ロスの時からバリアの縁は30方程マイル南に移動したことが分かりサザンクロスはロスの最南端を更新したことになった。しかし、 ボルクグレビンクはバリアそのものに上陸したいと思った。ロスの入り江近くに氷が傾斜しているところを見つけ、上陸が可能だと判断した。2月16日、ボルクグレビンク、コルベックとサビオが稲とソリを伴って上陸し、バリアの表面に登り、さらに南数マイル。彼らの計算では、波78度50分まで移動して、新たな最南端記録が作られた。 彼らはバリア表面を旅した最初の者たちとなり、後にアムンセンが10年後の同じ地点近くにアムンセンは南極点到達に至る旅の前にフラムハイムと呼ぶベースキャンプを設けることになった。サザンクロスは北に戻る途中でビクトリアランド海岸沖のフランクリン島で泊まり一連の磁力計算を行った。それによって南磁局は予想通り ビクトリアランド内にあることが分かったが、以前に想定されていたよりも、さらに北、かつさらに西にあった。遠征隊は帰国への旅に入り、2月28日には南極圏を通過した。4月1日、ニュージーランドのブルーフから電報で無事機期の知らせが、イギリスに送られた。ビクトリアランドのメルボルン山、そのふもとに、ボルクグレビンクが絶好のキャンプ地を発見した。 サザンクロスは1900年6月にイングランドに戻ってきたが、その出迎えは冷ややかだった。地理学会ではボルク・グレビンクがニューネスの後ろ盾を得たことに対する不満がまだ残っていたが、大衆の関心はいずれにしても翌年の執行に向けて準備が進むディスカバリー遠征に集まっていた。一方、ボルク・グレビンクは南極地域は新たなクロンライクになる可能性がある。 漁業、アザラシ漁、鉱物採掘の見込みにおいてと言って、その後海を大きな成功だったと報告した。南極で人間が越冬できることを示し、一連の地理的な発見もあった。その中には、ロバート・ソンワンとロス海の新しい諸島、フランクリン島、クールマン島、ロス島、グレート・アイスバリアの最初の上陸点があった。ビクトリアランド海岸の測量では、 重要な地理的発見、サザンクロスフィオルドやメルボルン山麓の優れたキャンプサイトがあることが分かった。この体験の最も価値ある業績は、グレートアイスバリアの計測を行ったことであり、これまで人類が達した最南端まで進んだことであると主張していた。ボルク・グレウィンクによる、この遠征の報告書、南極大陸の最初は、翌年出版された。その英語版の多くは、 ニューネスのスタッフが客色した可能性があり、ジャーナリスト的であることと、自慢話的な調子を批判された。解説者が認めた著者は、そのつつましさあるいはその起点もわからないものであり、イングランドとスコットランドで公演旅行を行ったが、その受け取られ方は害して低調だった。ヒューロバート・ミルは、この遠征の科学的成果は期待したほど大きなものではなく、 ハンソンのノートの多くが不思議にも消失し、科学的業績の一成の良い作品として興味あると述べていた。ビクトリアランドの気象と時期の状態が1年間にわたって記録された。南時局の位置には到達しなかったが計算された。南極大陸の動物賞や植物賞のサンプルと実質的なサンプルが集められた。ボルク・グレビンクは 新しい昆虫と浅い水域の動物種の発見も主張しており二極性を証明した。イギリスや海外での地理学会はこの遠征に対する公式の認知をゆるりと与えていった。王立地理学会はボルク・グレビンクに特別研究員資格を与え、その後はノルウェー、デンマーク、アメリカ合衆国からの勲章や表彰が続いたが遠征隊の業績が広く認められることはなかった。 マーカムは、ボルク・グレビンクに対する攻撃を続け、狡猾で無しそうだと言った。アムンセンの温かい惨事が、唯一の肯定的な発言だった。スコットの電気作者、デイビッド・クレインは、ボルク・グレビンクがイギリス海軍の士官であったら、その遠征はイギリスで異なる待遇を受けたことで、あろうが、ノルウェーの水夫で好調というのは、真面目に捉えられることはない運命だったと推量した。 マーカムの死からかなり経った1930年、王立地理学会がボルク・グレビンクにパトロンのメダルを送った。サザンクロス遠征のパイオニア的行動の当時には正義は行われなかった。それが打ち勝った困難さの程度は当時過小評価されたままだったことを認めた。ボルク・グレビンクはこの遠征後、比較的静かに暮らしており、公衆の目に触れることはほとんどなかった。 1934年4月21日にオスロで死んだ。ありがとうございます。